はい、ファンコイさんでーす。あー、フロントでリアリアリバだった。スライドバーン騙しやってほしいっていう。これはケーキが自分で作った。これは、うん、庭にあった木を輪切りにして、うん、あの、ビスを打ち込んだだけという、ネジを打ち込んだだけのスライドバーン動きですね。これですね。スライドバー用のスタンド、はい、ここにちょっと牛骨がありますけども、でもこういうのってさ、別に俺やんなくてもいいんじゃねえかなって。誰がやんの？デルトロックス。そうこれだと上手い人がやればいいんじゃない？最近のギタリストでこんだけ用意してあんまりないよ。俺スライド好きなんですよね、うん、スライドいいっすよね、うん、パッと見いろんな材質がありますけど、うん、あ、そうだね。これとこれはね、なんか視聴者さんにもらったんですよ。あ、もらったんだ。うん、あ、ほんと、ありがとうございました。ありがとうございました。ジョー・ペリーのものと、こちらゲイリー・クラーク・ジュニアモデルと。で、俺が一番好きなのは、うん、これですね。これ、ジム・ダンロップの、ちょっと太めのやつ。こちらですね。ジム・ダンロップの215。はい、こういう感じですね。が好きだと。まあ、あと骨もね、スライドできましたよ。あ、ほんですか？うん。ちょっと怖いね。やりづらいね。いやね。なんか違いってやっぱあんの？いやもう全然違うよ、やっぱり。大きく違うよね。これが違うと思う、ね。金属ね。うん、これはいきなり。いや、ちょっとハワイになっちゃうね。キュイーンだね。キュイーン。これ本当はね、うん、オープンにした方がね、かっこいいんだけど、うん、ちょっと俺、オープンあんま弾けないんで、うん、レギュラーで。はい。で、まあ、いつものやつ。響きがちょっとなんていうんだ、シャリンとした音が入って、ちょっと切ないフレーズ弾くときとかもちょうどいい。うん、切ない系です、うん、すごい合うなって感じで、なるほど、うん、これちょっとやっぱ瀬戸物系だと、うん、やっぱちょっともっと緑が、金属のさ、うん、キャビンって上の方のが少しこう、ま、押したら降りてきた感じだよね。ディレクトラックスとさ、スライドさ、バチッと止まるじゃん。なんかあれすごいよね、なんかもうあのフレットがよくわかんないよね。そう。音程もすごいいいし。だから俺は逆にちょっと面白くないなと思っちゃうんだよね。成功すぎて。そう、だってピッチずれるのが面白いから。あ、なるほどね。うん、なんか早いフレーズとか聞いてるとさ、うん、あれこれってこれでやってないんじゃないみたいな。そう、どっちみたいな、うん。で、なんならそのさ、普通のフレットで聞いてる方も、うん、ちょっとなんかこう、スライドっぽく弾くじゃん、なんか。みたいな。スライドマシーンが、あー、音程が正確なんだけど正確じゃないというか、まあね、そのフレットの間の音が出るのが一番魅力だからね、まあコツみたいな。コツっすか、うん、まあコツ、そう、一番俺の苦手などのくらいの圧力で、圧力はね、俺はもう原稿も下げちゃってて、うん、普通にも弾けるようなセッティングにしてるから、うん、もう全然力入ってない。なるほどね、縦にっていうか、こう、こっちには。うん、だからこうテレキャスト結構来づらいんだよね、0、9張っちゃってる。弦が太い方が弾きやすいんだ。そうそう、やっぱこっちの力に。で、あとこれやっぱ R がきついから、うん、やっぱギブソン系の方が全然やりやすい。だからやっぱ、みんな SG とかね。あ、でもライクーダーはあれか、一応ストラトだね。でも R 変えてると思うけどな。R を？かスライドしか弾かないとかしてるか、なるほどね、どっちかにしてる。まあ、ミシュルタカさん、タカラさんは思いっきりテリカスでやれてるけどね。ああ、確かに。やっぱでもこの音程感が最高に気持ちいいよ。高校生の時にさ、やっぱちょっとやっぱりやってみようかなと思って、うん、やってた時にそのあんまりよく分かってないやつが、うん、おいっつって、え、何言ってたら、
お前そんなん使って制覇ずるするなよ赤子だろそうこうかそうこれ面白いなに乗り込んできて、なんかそうちょっと半笑いでこう受けを狙う感じで行ってきたんだけど、周りの皆さんみんな知ってるからシーンとしちゃって日本人でスライド結構すごいする人誰？石田勘太郎じゃない？ああ、あれは超いい。そうだね、もうすげえいいだろ。フラゴでね、日本人のなんかこうあれ向いてんじゃないかな、なんかこう儚さを出すのみたいなスライドって有名どころは誰ですかね、うん、まあライクーダとかですかね、やっぱりライクーダ、ライクーダのライクーダ、デュアン・オルマン、うん、ディレクトラックスでしょうかね、うん、あと個人的にやっぱエルモア・ジェームスとかね、どうしたブルースギタリストなんだけど、うんうん、もうあのオープンチューニングしてて、うん、もう全曲で、うんこれ全曲これ全曲それ、ね、まあでもかっこいいよねこのかっこいい、オープンはかっこいいな。いや、オープンチューニングでスライドするのが一番気持ちいいっすよ、うんうん、それなんでかっていうと、やっぱフレットに縛られてないから、あ、なるほどね、ピッチもだから一番そのなんていうか、カーブがいい、開放弦が一番ピッチいいじゃん。いけるから和音もすごい綺麗なんだと思う。日本人が一番そんなにボトルネックスライドをやっぱり一番聞くのって多分ディズニーランドだと思いますよ。ああそう、普通の人だったらね。ああそうなんだ。多分もうウエスタンランドとか行くと、うん、もうジャンズンジャカ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 ってなって、そう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 。まああとやっぱ俺リアにしといて、ここまで弾ける、まあ、あとは詳しい人に説明してもらってボトルネック選手権もいいな。あー作ってみたみたいなあ、自分、俺が作ったボトルネックボトルじゃない。あ、そうだから作る人も多いじゃん、なんかあの、うん、瓶とかさ、薬、あ、デュアン・オルマンが薬の瓶かなんかなんだよね確か。俺もね、オロナミン C じゃなくてなんだっけオロナミン C は指折れるなあれだラッパンワークのセロガン、あれで、ね、ちょうどいい、ね、やったことあったけど、もう手が臭くなってね、うん、それ臭いなあれ一回匂い抜かないとダメだ、匂い抜かないとダメだったわ。あれはそう、あとやっぱりね、居酒屋で七味の瓶とかね、まあもう何でもできるからね結局ねすごいこういうのそうだね、うん、まあできないものがないですよそういうことでまあこれでも全然できてなかったけどねまあシリル・クローのライブとか見てると、あ、バンドメンバーしょっちゅうやってるよね。ブラック・ローズやってたかな。あとイディア・ライチェンとかっていう女の人ですごいかっこいい人がいるな。なかなかね、スライドやってる人は見ないから、日本人で。日本人あんまりいないよね。やっぱ渋いからかな。やっぱちょっと王道のものじゃないことじゃないもんね。うん、確かに。あとやっぱ自由度が高すぎるっていうのもあるかもしれない。柔道高い。だから、あんま、ちょ、本能的じゃん、なんかスライドって、やっぱりちょっと、うんうん。ワウペダルと近いと思う。あ、なるほどね。ワウペダル嫌いな人は、スライドバー嫌いだと思うんだよね。ワウペダル嫌いな人、結構俺の中ではそういうイメージ。ああ、そう。俺どっちもすごい好きだから。フィーリングでできる、だからエモーションを倍増させるものじゃん、なんか。ああ、そうね。うんうんうん。リクエストにもありました。はい。ボトルネック歌話というか、まあ、まあ、ケンケンのこだわりっていうかね。まあ、そうっすね、うん。今度スライドの曲やんなきゃいけなくなっちゃうんじゃない？デモ演奏じゃないよ。お気に入りは、ガラス製。それが、まあ一番バランスがいいっすね、うん。何でも使える感じで。ちょっとぜひね、この機会に。あ、そうですね、日本酒の瓶でも売ったくてもらって。もう SG ラバンジありましたけど、SG 持ってる人はやった方がいいっすね。ああ、確かにそうだね、うん。はい、ファンコインさんでございました。